こんにちは、小芝風花です。10月からスタートする金曜ドラマフェルマーの料理に出演させていただくことになりました。そうですね、料理人っていう役が初めてで、めっちゃ練習しなきゃ、頑張らなきゃって思ったのが率直な感想ですね。でも数学と料理っていう組み合わせがすごく新鮮で、こう原作を読んだ時もその映像、これが実写になったらどういう映像になるんだろうってワクワクしたので、なんか、頑張って包丁の練習しようって思いました。そうですね、結構それぞれ謎が多いキャラクターなので、それがどんどん回を重ねていくごとにその人物を深掘りしていったり、こう、なんか料理だけじゃなくてその人物像もなんか面白いんじゃないかなっていうのは、私自身もワクワクしてます。まだ私自身も分かってない部分が多いので、この先の展開どうなるんだろうっていうワクワク感はすごくある本だと思います。なんかまだすごく謎が多くって、女性で唯一のシェフっていうことなので、割とサバサバというか強い女性なのかなっていうのは思っていて、まあ、男性の中に囲まれて、その本当料理中っていうか調理中は戦場みたいな場所で女性一人で戦ってる人なので、その芯の強さだったり、こう、まあ、志尊さん演じる怪にへの思いとか、結構あれどういう感情を抱いてるんだろうって最初わからない部分が多いんですけど、なんかそういうのを丁寧に演じていけたらなと思ってます。いや、もうお二人に任せて。志尊さんは以前共演させていただいたことがあったので、あの久しぶりに共演できて嬉しいなっていうのと、高橋さんは初めましてなんですけど、すでに料理の出前がとてもすごくて、高橋さんにできないといけない役なんで、ちょっとプレッシャーはあるんですけど、あのいい刺激をもらいながら、時には教えてもらいながら精一杯頑張りたいなと思います。普段はでもオフがあるとします。やっぱ作品入ってるとどうしても弁当とかになっちゃうんですけど、作るのは割と好きです。ただすっごい遅くて手がだからあの指を切らない程度に早く切れるように練習してます。でもその最初の料理練習で玉ねぎのスライスと、あとじゃがいもの5ミリ角に切るのを習ったので、それは毎日練習してて、多分最終量スピードも上がってるし、あとスライスも薄く切れるようにはなってきました、だいぶ。ただプロの道はまだ遠いので毎日コツコツ頑張ります。好きな数字1 なんかすっきりしてるからでも2も好きなんですよね。偶数好きですね。あ、でも難しいな、5も好きだな。なんか切りのいい数字が好きです。なんか偶数か1か5。料理もその時によって変わるんですけど、今食べたいのはうなぎです。ひつまぶし食べたい。特別感、なんかいつもご褒美に食べてて、なんかちょっとそろそろご褒美が欲しい時期なので今ひつまぶし食べたいです。作るのはトンテキが好きです。なんかあの包丁の裏で柔らかくするためにバーって叩くんですけど、ストレス発散にもなるし、叩けば叩くほど柔らかくなって美味しいのでトンテキ好きですね。楽しみなことはやっぱ料理の場なので、その試食とかもあると思うんです。そのご飯を食べるのが楽しみで、習得したいのはやっぱり包丁さばきですね。こういろんな料理の作品ありますけど、やっぱ本人がパーってやられてるのを見るとかっこいいな、すごいなと思うので、それを自分でも習得できるように、なんか映像で撮った時にも練習したんだな、かっこいいなって思ってもらえるように頑張りたいです。料理と数学の組み合わせで今まで見たことがない作品になると思います。で、映像的にも多分面白い仕掛けというか、こうあるんじゃないかなって思うので、新しい新感覚のドラマ、ぜひお楽しみにしていただければと思います。